こんにちは。今回は芝生の害虫の話です。被害の見分け方、また対策方法についてお話しします。芝生が写真のように先端が白く枯れていたら要注意です。これは筋切り与党の赤ちゃん幼虫の仕業です。筋切り与党は卵を一度に100個以上産むと言われています。幼虫が小さいうちは葉っぱが少し枯れる程度で済むのですが、大きくなってくると根こそぎ芝生を全部枯らされてしまいます。なので幼虫が小さいうちにしっかり葉の枯れ方から兆候を探して対策をすることが大切です。生まれたばかりの幼虫は動画の通り小さくて探すのがとても大変です。そのためこの枯れ方から見つけてやるのが楽だということになります。なぜこんな枯れ方になるのか解説します。一番左が健康な芝生の葉です。赤ちゃん幼虫は顎がまだ小さいため葉っぱを全部噛み切ることができません。そのため葉の薄皮を残してかじると言われています。その残った薄皮が葉の成長につれて黄色く変色したり、また先端がかじられて栄養が行き渡らなくなると黄色く変色して枯れていきます。赤ちゃん幼虫の食べた後は葉の先端付近にまだら状、また帯状の黄色く枯れたところが出てきたら要注意というわけです。もう一度葉の枯れた写真を見てみましょう。帯状の枯れた後、またまだら状のつぶつぶの変色が見えると思います。これが赤ちゃん幼虫が現れたサインです。筋切り与党の卵は写真のように芝生の先端付近に白い塊となって産みつけられていることがあります。これを見つけることで虫の発生を知ることもできます。先ほどの枯れ方も卵も非常に小さなものですが、しっかり見てやることでいろんなトラブルのヒントが隠されていることが分かっていただけたでしょうか。他にも対策のために知っておくといいことがありますので紹介します。まず発生時期、年に3回ほど多く発生する時期があります。庭の中でも発生しやすい場所があります。筋切り与党は長い葉に卵を産むのが好きです。そのため壁やフェンス沿い、木分かりができてないと危ないです。日陰、日当たりが悪い場所も葉が長くなりやすいので気をつけてください。幼虫の成長に合わせて被害の拡大もとても早いです。1ヶ月で体長は25ミリぐらいまで成長します。それに伴い食べる量も一気に増えますので、気がついたら芝生が全面枯れていたということになりかねません。もう一つ葉の先端が枯れる症状として芝刈り機が原因の場合があります。ここはよく間違いやすいので一度解説をします。この写真はあえて芝刈り機の切れ味を悪くして買った3日後の写真です。切れ味が悪いと葉の一部が残ってしまったり、ちぎれた断面が黄色く変色することで葉の先端が枯れているように見えます。こういった場合は芝刈り機の葉の調整が必要で、農薬をまいても意味がありませんのでご注意ください。幼虫が見つかりましたので炭蝶をまいて対策をしていきます。毎回ラベルをしっかり確認して間違いないように使っていきます。じょうろで薬剤を作って散布をしていきます。炭蝶に限らず農薬類を使うときはマスク、手袋、ゴーグルをして安全を確保してから作業をしてください。使うじょうろによって一度に撒く面積も変わってきます。芝生に目印をしながらやっていくと分かりやすいです。じょうろで撒くときは均等に行き渡るように撒いていきます。枯れが多いからといって一部分に集中して撒きすぎたりしないように気をつけましょう。あとは水で薄めては撒くの繰り返しです。これね、もうちょっと大きいじょうろ買った方がいっぺんに大きい面積に濡れて楽だと思います。少し余談ですが、巻き終わった後ボトルもしっかり洗った方がいいと思います。ちょっと私のラベルの文字、これかすれてるのはスミチョンがついてなんか反応して消えちゃったせいです。またこのラベルがベコベコしてるのも薬剤のせいで劣化して字が読みにくくなってますので気をつけてください。当然じょうろもしっかり洗います。スミチョンは水で暮らす生き物にも影響してしまいますので、じょうろ等を洗うときは車庫の隅っこで直接田んぼや周りに流れないところで洗うようにもしています。さあ、そして巻き終わったら 1,2 時間経過した後に答え合わせをしに行きます。スミチョンを巻くと葉っぱの上に幼虫が出てきます。この幼虫を見つけることで殺虫剤を巻いて正しかったのか、あの枯れ方はやはり虫だったのかということが分かってくるようになると思います。せっかく夏を乗り越えた芝生が虫に食べられて枯れてしまうよう気をつけてください。参考になれば幸いです。